です。はい、お願いします。はい、本日はですね、僕の編集部屋という部屋が実はあるんですよ。すごいですね。そう、緑で。そう、ちょっとこのグリーンバックでね、グリーンバックでやってるんですけど、緑とかいいんじゃないよ。ごめんなさい。今多分合成頑張ってやってると思うんですけど、結構前にラグデリオンのオーダーをしたんですよ。はい、だいぶ前ですよね。だいぶ前なんですよ。うん、それがやっと届いて、僕のじゃなくてモンタナスポーツでこう置いて販売するっていう、まあ要するに店舗別注っていうやつですよ、ね、店舗別注で翔平別注です。翔平 TV が考えたデザインでオーダーしたと。お店がね、これ売れるわ。いやいや、わかんないですよ。で、もう一つは左利きの外野手用のグローブをモンタナさんがオーダーをして、ピッチャー用の公式でも使える、はい、高校野球でも使えるグローブのオーダーと外野手用の左の2点を今日は紹介させていただきたいと思います。今日は特別にお借りしてきました、はい、なぜ左があるかというと、あのモンタナさん実はサウスポーなんですよ。そうですね。そうで、オーダーをしたいってことで、はい、左利き作りました。そのグローブを紹介していきたいと思います。はい、そのラグデリオンのオーダーグローブがーこちら。そう、はい、どうですか。いや、ワイズこれ、いや、もう惚れますね。これはすごいでしょうよ。これ、うん、グラブ好きからしたらたまらないような。え、グラブ好きってどこにいるの。うん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 。じゃあまずこちらの外野手用がちょっとご紹介していこうかなと思います。こちらなんですけれども、色がオレンジ色で、紐が、黒の高校生でも対応のグローブとなっております。ラグデリオンさんのグローブって、ここに関ヶ原、ここですか。ここここです。へえ、ラグデリオン関ヶ原。本当だ。はい、メイドインジャパン関ヶ原って書いてます。そうですね、作られているのが関ヶ原なんですよ。あ、そうなの。はい、アトムズグループのグローブになります。カッチカチです、本当にカッチカチです。結構オーソドックスな大きさなのかなと、外野用にしては。もう補給面はこういう感じで、はい、国産の、革を使っていて、まあ、この革は若干しっとりしたような革をしていて、うん、でも硬くしっかりとしている革となっております。これちょっと一回手に取ってちょっと触ってみてほしいですよね、はい、お店に来たらね、はい、左利きの方ぜひとも。はい、なんといってもこの、ラベルも実は選べるんですよ。このような感じで、はい、たくさん種類がありまして、この中からオーダーをしたという感じでございます。はい、はい、でこちらお値段がですね46,000円プラス税となっておりまして、でこちらのグローブ通常、個人でオーダーするとしたら52,000円プラス税なんですよ。店舗別注だと46,000円プラス税で販売できるということで、はい、いいと思うんですけど、はい、どうですか。特に高校生なんかには、まあ、高校生対応ですし、他の人と被らないグローブ、うん、っていう点では店舗別注でこの値段でグローブ買えるのでいいのかなと思います。やっぱりミズノとかさ、はい、まあ、Z とか大手メーカーたくさんね、みんな使ってますけど、その中で被らないメーカーってことで非常に俺は個性があっていいのかなと思いますけど、結構最近人と被らないグローブがいいっていう人は結構増えてると思うんですよ。そうですね、僕もそうですか。うん、でも昔はあの子がミズノだから僕もミズノがいいっていう風になったんですよ、うん、はい、でもなぜかこの時代、はい、今は人と被らない、みんなそれぞれ個性をね、はい、大事にしてるのかわかんないですけど、みんなこう被らないものを求めている気がして、うん、非常にいいのかなと、はい、思いました。次行きましょう。次、はい、はい、そして、はい、こちらですね。こちらのグローブなんですけど、実はこれ翔平 TV がマジで店舗別注用でオーダーしました。オーダーした時の動画あるんで、あの下の概要欄からちょっと見てもらって、もうあの出来上がりた瞬間もなんか震えました、うん、わっすっごいと思って、はい、まず高校生ってことで、はい、ちょっとやっぱ色がついてるとちょっとあれかなと思って、無難に一応黒にしました。しかし中の平裏レッドオレンジみたいな映えますね、うん、色にしたんで、黒じゃないか遊びがあるかなっていう感じ、手入れちゃえばほらこういう感じだしね。このラベルもなかなかない色っていう感じなんですけど、そしてこのステッチブルーの、はい、それが合わせてるのがいいですよね。はい、僕は合わせました。でこれなんといってもウェブのこの角度のこの切り込みですね。これがね素晴らしくね、綺麗すぎて俺はねもうね震えました、はい、あとはこのウェブなんだけど、ウェブってこう普通ここにさ、こういう風にこうついてるでしょ、紐、はい、紐っていうかこれついてるでしょ、こっち違うのよ。おお、
たまに最近そういうの見ますけど、多くはないですもんね。そう、これもちょっと特徴かなと思って、アミアミでございます。はい、こちらは通常通りとなっております。はい、で、なんといってももう見た感じかっこいいなと思ったのが王冠スタイルですよ。やばいですね。王冠スタイルといえばね、両フェッチなんで。ん？え？ん？王冠好きやん、絶対。あ、そうですね。あの、1個しか持ってないですけど、僕。あ、そうか。で、俺も一応王冠持ってるのよ。王冠で、はい、このかっこいいウェブで、はい、ちょっとしたこのね、レース、はい、おしゃれなレース、で、水色のステッチ、水色のラベル。じゃあ、この大きさなんですけど、まあ僕的にはまあ一般的な大きさかなと、うん、大きすぎず、小さすぎず、はい、といった感じで、非常にこう、なんかこう横にこうガシッと横閉じな感じでございまして、はい、で、ほんと中もほんとこういう感じでね、うん、はい、もうちょっと見たいかな、グローブ。こんな感じで、バックスタイルね。で、水色でしょ。どうですか、これ。これちょっと見てほしい。見てほしい。どう、これ完璧やない？完璧です。いや、予定は本当は7月だったんですよ、上がってくるのが。だいぶ時間かかりました。そう、で、だいぶ時間かかって、なんで来ないんだろうねって思ってたけど、まあ、これならもう許せます。うん、素晴らしい。はい。というか、ちょっと触ってみて。はい。あ、軽いですね。で、何がいいって、やっぱり僕、この色が好きで、黒でカチッとした中に遊び心があったと、空色が入ってるので、ただの黒じゃだけじゃないっていうのが、僕はいい。いいでしょ。はい。いいっすよね。はい。はい、そして、このグローブ、購入された方、はい、なんと、はい、じゃん。ラブデリオンのグローブ入れ。はい。はい。一緒についていきます。はい。はい、シンプルな中に、黒でシンプルな中にドンと金の、そう、ラグと書いてありますので、はい、こちらセットでご購入いただけるということで、はい、素晴らしい。いいですね。いいですね。ほんとピッチャー用もさ、やっぱり Z、 ミズノとかバンダーマとかいろいろこうなんかあるじゃないですか。ピッチャー用結構力入れてるところが多いので、いや、ほとんど力入れてますから、はい、プロの選手とかも、そうですよね、ね、そういうモデルとかがいっぱいこうあってさ、みんなそれを使うわけじゃないですか。はい、その中であえてのもうラグデリオンっていう、みんながあまり使ってないところにちょっと入り込んで、はい、このかっこいいグローブ、ぜひとも、もうぜひとも使っていただきたいと思いまして、はい、購入希望者の方は、モンタナスポーツさんに連絡をしていただいて、もしくは実際にお店に行っていただいて、購入していただけたらと思います。思います。はい、というわけで、本日はこちらのラグデリオンのグローブ、展望別注が上がってきた動画でした。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ぜひともこれラグデリオンね、チェックしてみてください。どうも、それでは終わります。よろしくお願いします。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポーグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンタナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉。